それではこれから脳のモードチェンジについて少しご説明をしたいなと思います。お仕事をしていたり、やっぱり辛いことが日常でもあると、ある脳の固定の部位だけがあの動くんですね。で、その時にですね、そこばっかり動いてるとやっぱり疲労してしまいますので、全く別な脳を動かすことによって、実はこの疲れている脳が休むことができるんですよ。 で全く別なことっていうのは例えばリフレッシュしてコーヒーを飲むとかあとは自分の好きなことをこう考えるとか瞑想するとか全く違うあの行動を起こすとかそういったことで。 今まで使っていた疲れている脳が休みますで、私とても簡単なモードチェンジをお勧めしたいんですけれどもやはりお仕事は120分ぐらいしたら10分間ぐらいブレイクした方がいいんですねそうするとまあ、疲れている脳も休みますのでニコニココミュニケーションが出やすくなります例えばあの私ここにコーヒーのこういったインスタントコーヒーを持ってきてるんですけれども どのインスタントコーヒー今日飲もうかなーなんて選ぶだけ。これあの、視覚を使った刺激なんですけど、こういった視覚を使った刺激であっても、やはり別の脳が動きます。そして、例えば、あ、じゃ今日はこのモカブレンドを飲みましょう。なんて言ったら、今度こうやって開きますよね。そうすると、モカブレンドを、例えばこうやって乗っけるときに、乗っける作業をする。 この作業も作業業もすするという脳が動きますそして次に例えばこうやってコップにのっけたとしたらこのようにのっけたとしたら香りますよねこのモカブレンドの香りでぜひねこうやって香りも楽しんでいただきたいんですよ香るともうここで視覚刺激そしてこう触覚指で作業しますか触覚刺激そしてまた視覚と今度は 収穫の刺激、お花の刺激ですね。そうすると、脳のいろんな部位が動きます。また仕事の脳とは別の脳ですね。そうするともう仕事脳で疲れてるとか休まっているわけですよ。そして、まあ今日はここにお湯がないんですけど、ここにお湯を注ぐとしたら、そこからまたお湯の音であるとか、今度聴覚刺激ですよね。それでお湯からこうまた匂いが、コーヒーの匂いが漂ってきます。また収穫刺激があります。ですのでまた、あの、花と 耳の刺激が入るそして今度はコーヒーが出来上がったら今度はこうやって飲みますよねそうすると味覚の刺激でまた飲む時にお花の収穫の刺激があるので複合的に五感の刺激を誘発すすることができますそうすると加速度がついて脳のモードを変えるってことができるんですね。ですからぜひ単にこう時間がない でも休みたいコーヒーを飲むというだけではなくて、五感刺激を楽しみながら。そういった、あの、たった十分であっても、休息を楽しむことによって。脳の疲労っていうのが取れてきて、ニコニココミュニケーションが取りやすくなります。ぜひトライしてみてください。